株式会社、ソバプロジェクトは、京都大学及びオムロン株式会社とで始められた、研究目的の共同プロジェクトを基盤として、設立された、株式会社。2000年に発足後、京都大学に加えて、東京大学、東京工業大学、早稲田大学、慶應義塾大学の4大学と、オムロン株式会社、NTT コムウェア株式会社の2企業が参画し、 三学連携プロジェクトとなった。2002年には、文部科学省の委託事業に採択され、母体を、京都市の第三セクターである、財団法人京都高度技術研究所としながら、研究活動が行われた。2004年度で研究プロジェクトは終了したが、その後、その研究成果は起業化された、株式会社、そばプロジェクトに引き継がれている。 そばフレームワークを応用したビジュアルコミュニケーションツールの企画、開発、販売、運用、保守を主に行う。またそばフレームワークを利用したウェブ会議システム、そば見えるか、そば見えるかクラウドやオンライン個別指導システム、そばスクールの販売を行っている。ウェブ会議システムでは HTML5 の機能、ウェブトクを採用したり、音声認識を活用した。 自動議事録作成機能を搭載すると、新しい技術を積極的に取り入れている。2001年9月、京都大学数理解析研究所の中島礼二、教授の研究グループを中心に、慶応義塾大学、東京工業大学、東京大学、早稲田大学の各研究グループと、オムロン株式会社の産学共同プロジェクトとして、発足の発足表明。 同月、アルファー版、ソバフレームワークの研究開発に着手。2002年に、アルファー版、ソバフレームワークをリリース。同年、NTT コムウェア株式会社の参加後、文部科学省の協力を得て、参加年にわたる産学館共同による、開発体制が強化され、技術開発が促進。2003年10月、ソバフレームワーク1.1を公開。 2005年4月、そばに関わる全ての研究成果や思想を継承し、株式会社、そばプロジェクトとして、新組織を発足、事業化する。また、11月には、平成17年度民間基盤技術、研究促進制度、地域中小企業、ベンチャー重点支援型の研究開発課題、 指キタスネット社会を実現するためのビキ基盤技術に関する研究課題に採択され、情報通信インフラを有効に活用するための技術提供により、デジタルデバイドの解消や、高齢者にも優しい社会的共通資本と位置づけられるシステムの提供を理念に開発を進めた。2006年3月、P2P P 型テレビ会議システム、ソバシティの無償サービス提供開始。 その間に遠隔医療支援ソフトメディカルソバを開発し名古屋大学他と実証実験も開始した。同年ソバライブを京都高度技術研究所と京都工芸繊維大学の連携による模型修遠隔教育向けに提供する。同年末には高セキュリティの P2P 型ウェブ会議システムソバ見えるかアスプサービスを提供開始した。2008年 手塚プロダクションの委託を受け、手塚漫画がオンラインで楽しめる手塚治むマガジンクラブを開設する。同年、そばシティ登録ユーザ数が2万人を突破した。2010年、インターネット個別指導システム、そばスクールを開発、提供開始。浜学園でインターネット個別指導システム、 そばスクールが正式採用、双方向通信のウェブスクールが開始されるなど、教育業界に新しい可能性を提供した。同年、平成22年度戦略的基盤技術高度化支援事業の研究開発課題に採択される。2011年、国際宇宙ステーションの宇宙飛行士、古川里氏との更新イベントに、そば見えるかが採用。 2012年、日本宇宙少年団主催、国際宇宙ステーションとの中継イベントに、そば見えるかが採用。長崎県立丸滝高校で、そば見えるかが採用され、立冬と本校をつなぎ同時に授業を行い、ICT 教育の先駆けとして活躍した。2013年、インストール不要のクラウド型ウェブ会議、そば見えるかクラウド開発、提供開始。 同年、ビジュアルコミュニケーションの基盤技術、蕎麦フレームワーククラウド開発、パーツ提供サービス開始。2015年、蕎麦見える化クラウド、蕎麦フレームワーククラウドが、Web 特に対応する。2016年、蕎麦見える化クラウドにおいて、史上初となる、パネルディスカッションの配信を可能とした、ライブ配信機能をリリース。2017年、 そば見えるかクラウドにおいて音声認識機能を活用した自動議事録作成機能をリリース。ありがとうございます。